はい、皆さんこんにちは、洗面器です。今日はお昼ご飯、お昼ご飯はこちら、おー、雑炊作りました。今日は、あ、昨日も雑炊でしたね。そういえば昨日はあのスンドゥブチゲの残りのスープで雑炊しましたけど、今日はあのうどんのおつゆが残ってんのあったんで、うどんのおつゆを使って雑炊作りました。ではちょっと七味を入れて、このくらい七味入れて、これで早速食べていきたいと思います。もう今日ももう今シーズン初の雪かきしましたよ。青森もとうとう雪かきしなきゃいけない季節になりました。卵入れて、溶き卵を落としてます。ではこれで熱々のところをいただきたいと思います。あったまる。卵を入れるとやっぱ美味しいですね。ではサラダ、野菜サラダも用意してるんで、サラダも食べていきたいと思います。サラダはもう何回もチラチラ出さなくてもいいですね。一応食べてますってことで1回出せばいいかなと思います。では雑炊、卵の黄身がなんかあんまり、安い卵なんであんまり黄身が黄色って色が薄いんですけども、鶏肉入ってます。あのおつゆの出汁出るようにってんで鶏肉使ってんの。あ、鶏肉うまい。鶏肉に味しみて美味しいですわ。黄身が、ここ黄身ですね、卵の黄身。これご飯は 100g 使ってます。私そんなに食べられないんで、ご飯 100g だけ、使って作ってます。卵の白身、今回のこのうどんのおつゆちょっと味薄めだったかな。まああんまりしょっぱくしないで食べるのも体にいいんで、これはこれで美味しいですよ。なかなかカメラに映しながらだと食べにくいです。あと献立なんで食べちゃいます。食べ終わりました。あったまったな、体あったまって美味しかったです。ごちそうさまでした。今日のお昼は、うどんのおつゆを使って雑炊作っていただきました。今日も最後まで動画の方ご視聴していただきましてありがとうございました。
後でまた動画アップすると思いますんでよろしくお願いします。今日は雑炊でごちそうさまでした。